これからお話しする内容は、今から10年以上も前のことです。その当時、私の中学校は荒れ果てており、市内の中学校の中では、ぶっちぎりで最悪、と言われるほどの問題校でした。特に、私が在籍する第二学年は不良たちの温床となっていて、1クラスに5から7人くらいは不良グループのメンバーが混ざっていました。私のクラスには不良グループのリーダー格である M がいるせいで新学期の初めのうちは授業がしばしば中断されていました。机を蹴り飛ばしたり、漫画を読んだり、勝手に席を立ってどこかにいなくなったり、校門付近でうろうろしている暴走族のバイクに乗って出かけたり、もちろんすべて授業中のことです。学校の先生たちもお手上げ状態でした。そんな中、不良グループ内でこんなことが起こりました。不良グループのリーダー M が、不良たちに、ある命令を出したのがつい先日のこと。命令の内容は、近々決闘があるから喧嘩の強い奴を集めろ、というものだったらしく、不良グループのメンバーは学校を休みがちになり、そのおかげで最近の授業はやや落ち着いた感じになっていました。ところがある日、2時間目の途中に、顔中血だらけの生徒がいきなり教室に入ってきて、その場にいた全員が凍りつきました。うちのクラスで、チャー君、と呼ばれている、茶髪の不良生徒でした。チャー君は不良グループ内では勉強ができる方で、女子からも結構人気がありました。そのチャー君が、血まみれで普通に教室に入ってきたので、先生を含む全員が驚愕のあまり言葉を失い、なんだそれは、と誰かが叫ぶまで場は凍りついたままでした。チャー君は、先生に何度も、すみません、と言い、先生がどうしたんだと聞いても、すみません、しか言わなかったのが奇妙でした。教室にいる誰もが、きっと喧嘩相手の不良グループにやられたのだろうと思い浮かべたことでしょう。しかし、チャー君は、すみません、しか言わない。彼はその日保健室から家に送られ、1週間くらい学校を休み続けました。チャー君が休んでいる間、リーダーの M も一度も学校に来ませんでした。チャー君血まみれ事件から1週間後、とんでもないことが起こりました。私は学校から徒歩20分のところにあるマンションに住んでいるのですが、同じマンション内に住む同級生の A 子が、夜中の1時頃に私の家にやってきて、助けて、助けて、うわーん、と泣き叫びながらパジャマ姿の私の両腕を掴んで揺さぶるのです。玄関で A 子の話を聞くと、たった今 A 子はマンションの13階でチャー君を見たというのです。しかも、あの日と同じように顔中血だらけで、スタスタと早足でどこかに歩いて行ったと、私のマンションはエントランスホールから誰でも自由に入れるタイプで、防犯性の少ないものです。でも、このマンション内にはチャー君の友達や知り合いはまずいないだろうし、真夜中に A 子の住む13階にチャー君がわざわざ来る理由がわからない。私と A 子は小学校以来の親友です。でも、この状況はまるで意味がわからなかったので、A 子が見た夢だったのでは?と尋ねました。A 子とチャー君はそもそも接点がない。しかし A 子は、夢なわけがない。だって、本当に家の前を通って行ったんだから、というのです。その迫力は尋常ではなく、とても嘘をついているようには見えませんでした。チャー君が A 子の住所を調べてこのマンションに来たのか?一体何の用があって?なぜこんな時間に?それともただの偶然?考えれば考えるほどわからなくなりました。その日は結局、母に事情を説明して A 子を家に泊めてあげることにしました。A 子はずっと怯えており、先ほどのことがあまりにも不気味すぎて二人とも眠れませんでした。そして次の日、学校に登校すると、不良グループが10人くらい多目的スペースに集まって何か話していました。その中にはチャー君の姿はなく、代わりに M の姿がありました。なんとも形容しがたい、異様な雰囲気でした。いつもはチャラチャラしている不良たちが青ざめており、
誰一人笑ったり大きな声を出したりする人はいませんでした。誰もが M の話に耳を傾けていましたが、そのうち学年主任の先生がやってきて、M と2、3人の不良をどこかに連れて行きました。担任の話によると、昨日の夕方から夜にかけて、他校の生徒一人と、あのチャー君が集団による激しい暴行を受けて亡くなったというのです。場所は市役所からやや離れたところにある廃寺で、私と A 子のマンションからは徒歩で1時間近くもかかる、町外れの寂れた広場のようなところでした。そこに、鈍器のようなもので頭部をめちゃくちゃに殴られた生徒2名の遺体があったそうです。死因は、脳出血だとのことでした。先日の M による、喧嘩の強い奴を集めろ、という命令は事前に撤回されていたらしく、不良同士による決闘もなくなっていた。にもかかわらず、学校が別々の2人の生徒が、同時に殺されたことは学校を大いに騒がせ、警察による捜査が本格的に行われました。10年以上経った今も犯人は分かっておらず、事件現場の目撃情報や凶器等の証拠品ですら、まともなものは全く見つかっていません。一部の人たちは暴走族か暴力団がやったのだと信じているようですが、私の考えは違います。A 子が血まみれのチャー君を見たあの夜、私は A 子を家に泊めて、同じ部屋で一緒に寝ていました。あの夜、私も見たのです。顔中が血だらけのチャー君と、血だらけの見知らぬ男の子が、家の外をスタスタと横切っていくのを。